皆さんこんにちは、スタイリストの大山俊です。今回僕が来ているのはですね、皆さんにとってもおなじみのですね、グローバルワークサンシャイン池袋店ですね。こちらにお邪魔をしております。まあそろそろですね、気温が上がってきて初夏の服を欲しいという皆さんもですね多いかなと思いますので、僕の動画の中ではですね、定番的なグローバルワークさんで初夏に使える大人服をですね徹底的に見ていきたいなと思っていますので、ぜひ皆さん一緒にショッピングをしているような感覚でですね楽しんでいただきたいなと思っています。まあね、これから初夏からですね、ちょっとこう梅雨に入ってくるタイミングで、まあ今の時期にですね服を買い替える方も多いかなと思うので、リアルな服をですね皆さんにお伝えをしていきたいなと思っています。じゃあ早速ですね、お店の中見てみましょうかね。まあいろいろとこうアイテムがありますが、まずはですねこのあたりかな、ちょっと見てみたいなと思います。まあこの時期はですね、今僕が着てるような長袖のシャツもいいんですが、まあ半袖のシャツってやっぱりあると便利かなと思うんですね。そこでやっぱり見ていきたいのはこのあたりですね。半袖のオープンカラーシャツですね。結構グローバルワークさんの中では定番となっているエアカルシリーズですね。まあ、ボトムスから入って結構いろんなアイテムにね、こう展開しているわけなんですが、こういった半袖のシャツもあれば、まあ後ほどご紹介しますが、ジャケットとかもあったりするので、結構ね、使い勝手がいいんですね。まあオープンカラーシャツはやっぱり大人にとっては鉄板のアイテムなので、僕もね、何枚か持ってますが、まあ色味もすごく良くて、こういったちょっとグリーン系、オリーブっぽい色もいいし、あとは定番のネイビーもいいし、あとはねグレー系も結構良い感じなので結構迷うんですが、このあたりは実際に着た方が分かりやすいかなと思うので、ちょっと着てみたいと思います。はい、実際に着てみましたがいかがでしょうか。かなりバランスの一枚仕上がってるかなと思います。まあ半袖のオープンカラーシャツって、まあいろんなブランドさんでやってるかなと思うんですが、グローバルワークさんのこちらの一枚はですね、今 M サイズを着ています。身長164センチ53キロと小柄な体型なんですが、 M サイズで最初からちょっとゆとりを出していますね。袖丈はこの腕の関節よりもちょっと長めで、トレンド感が漂うような雰囲気になってますし、身幅も少しゆとりがあります。で、着丈はそんなに長すぎずにですね、サイドにこういったスリットが入っていて、ちょっとこう前と後ろで長さの違い出しているところも凝っていて、なかなかバランスがいいなと思います。シンプルながらもすごくね凝った作りになってるんですね。まあ、ポケットも位置もですねちょっと低めなんですね。このあたりもなかなかバランスいい仕様になってるかなと思います。で、素材はやっぱり軽いですね。まあ、夏はですね暑いので、体感的によりこう重量感感じるので、これぐらいさらっと着れるような軽さっていうのはありがたいなと思いますね。まあ、デザインも優れてるし、色もすごく良くて、このグリーン系の色ですね、オリーブほどこうやぼったい感じはなくて、すごくクリーンな見え方になるような色合いなので、僕の動画の中ではよくお伝えしている白 T ベースに着てグリーン系の半袖シャツ着てブラックパンツ履けば、それだけで着こなし完成するので、これ鉄板じゃないですかね。そう、結構グリーン系の色って僕はこなれて見えるので、大人世代の男性にも結構使いやすいかなと思うんですが、この色持ってない方はぜひトライしていただきたいなと思います。まあこういったグリーン系もいいんですけども、ちょっとグレー系のアーバンな感じもね、ちょっと着ながら皆さんにですね見ていただきたいなと思うので、ちょっと着替えてみたいと思います。続いてグレーの方着てみましたがいかがでしょうか。先ほどのグリーン系はちょっとこなれた感じといいますか、人との違いを出すには素晴らしいカラーかなと思うんですが、大人っぽく綺麗な感じに着るのであれば、このグレーやっぱり色合いすごくいいですね。ちょっとこうムラ感があるような色使いになっているので、ペタッとしないところもなかなかいいなと思いますね。まあ、軽いというところもあるんですが、機能的にはですね、ストレッチも効いてってイージーケアっていうことで、まあ、気軽にケアもしやすいというところと、ちょっと濡れて汗で濡れてもクイックドライということで乾きやすいという機能もあるので、まあ、そのあたりも含めて初夏から夏にかけてガンガンに活躍してくれるような一枚かなと思います。グレー系だったらボトムス変えて、例えばですね、なんだろう、ホワイト系のパンツとかで合わせてもいいと思いますし、あとはね、ちょっとここにあるようなストライプのパンツとかで合わせてもらっても結構かっこいいと思いますね。ボトムスでちょっとアクセントを作りながら着てもらうのもいいかなと思うので、いろんな着こなしができると思いますね。オリーブの場合は色自体が綺麗なので、そちらのトップスでアクセントを作って、ボトムスは割とこうシンプルにしてもいいかなと思うんですが、グレーは割とシンプルなのでパンツでちょっと遊んでもいいかなと思うので、まあいろんな着こなし装でできるかなと思うので、ぜひ皆さんもトライしていただきたいなと思います。続いてはですね、こちらの前のゾーンに行っていきましょうか。エアカルシリーズね、やっぱりボトムスですよね。まあ、かなりバリエーション豊富で、カラー展開もね何色あるんだろうってぐらいたくさんありますよね。まあ、この中で個人的に気になるのはですね、まあ、定番はまあブラック、これはもう言うまでもなくて、まあ、間違いのない選択肢かなと思います。まあ、とにかく重量感ないのですごく楽に履けるというところですね。前から見ると通常のこうベルトループもついているんですが、後ろ
ゴムついてるので、まあ、このあたりがサクッと着やすいんですよね。僕なんかはめんどくさがり屋なので、これちょっと伸ばしながらサクッと開けるのがすごく嬉しかったりするんですが、まあ、ブラックが一番定番的なカラーになってきます。そして個人的にはですね、グレー系ですよね。ちょっと明るめのライトグレーみたいな感じなんかも、こうグラデーションで着てもらってもいいかなと思うので、こういった色合いもすごくいいと思いますね。あとはですね、ちょっとこうブルー系のインディゴブルーっぽい感じのこの色合いもなかなかいいんじゃないですか。このあたりをブラックのトップスとかネイビー系のダークネイビーのですねトップスと合わせてもいいかなと思うので、カラーバリエーション豊富なのはすごくありがたいですね。で、丈もですね、最初からちょっと短めになっているので、そのあたりの軽快さですね、そのあたりも含めてすごく使いやすいです。で、このエアカルパンツ合わせている状態がまさにこちらのマネキンの状態なんですけども、まあ、こんな感じのシルエットですごく使いやすいですよね。割とですね、腰周りにはゆとりがあって、で、膝下からテーパードがかかっているような使いやすい形になっています。まあ、丈もすっきりめになっているので、このあたりも軽快で使いやすいですよね。足元サンダルだとか、あとはグルカサンダルだとか、ちょっとこう夏らしいアイテムで合わせてもらうとすごく便利かなと思いますね。まあ、こういった形でこう同素材でセットアップなんかも組むことができるので、これは一本あるとすごく便利かなと思いますね。ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。続いてちょっとこちらに回ってみましょうかね。まあ、エアカルはまあ横展開してちょっといろんなものがありますね。まあ、先ほどのボトムスも通常のものとワイドのシルエットのものがあったりだとか、まあ、そのあたりはお好みで選んでいただくこともできるかなと思いますし、結構面白いなと思ったのがですね、このジャケットですね。エアカルのシャツもあるんだけども、ジャケットみたいな選択肢もあって、これも見ていただくとちょっとこう向こうが透けるぐらいの感じで、すごくね楽に着れるかなと思います。で、一着こういったライトなジャケットあると意外と使いやすいのかなと思うので、ちょっと着てみたいと思います。はい、ということで実際に着てみましたが、いかがでしょうか。これはですね、僕結構好きですね。まあ、ジャケットのデザインではあるんですが、もうシャツのように軽く羽織れるので、個人的にはこういったちょっと着崩した T シャツにジャケット羽織って、ボトムスでっていう感じで、まあ、セットアップもいいんですけども、ちょっとバラバラに使うのもいいかなと思います。ちょっとこう袖もですね、軽くまくっちゃって手元を見せながら着るみたいな感じも、これからの季節はすごく使いやすいかなと思うので、これ一着あると意外と便利なのかなと思いますね。まあ、初夏はちょっと暑いですが、これから梅雨に入るので、その時なんかのライトのアウター感覚で大人世代には使いやすいかなと思うので、ぜひよかったらチェックしていただきたいなと思います。続いてですね、どうしようかな。こっちのゾーン行ってみましょうかね。まあ、シャツもいろいろとありますね。長袖のシャツでリネン系、このあたりは結構大人世代ですね。まあ、定番のリネンシャツなんかは、まあ、T シャツの上にさらりと着て腕まくりみたいな感じで、意外と夏とかに着てもいいと思いますね。このブルー系の爽やかな色とか、リネンのシャツって、まあ、定番なんですけど、意外と探しても見つからないので、1枚あるとすごく便利かなと思いますね。定番的な着こなしが作れますね。そして個人的にちょっと気になるのがこちらのゾーンですね。サラサマシャツですね。これもなかなかバランスがいいですね。ちょっと上になりますけど、このねマネキンに着せてある状態なんですが、まあ、ブルージに対してのストライプ、このあたりもすごくいいと思いますし、まあカラー展開が豊富ですね。ちょっとこういったブルーなんだけども、ややグレーがかった色合いなんかもすごく雰囲気いいですし、あとはですね、綺麗なグリーンですね。このあたりも差し色としてはすごくいいなと思います。ただやっぱり個人的にはですね、このマネキンにも着せてあるということは一押しだというところだと思うんですけども、本当これがいいなと思うので、ちょっと実際に着てみたいと思います。こちらですね、これなかなか雰囲気良さそうだと思うので着てみたいと思います。はい、実際に着てみましたがいかがでしょうか。これもですね、身長164センチ53キロで M サイズを着用しています。先ほどのオープンカラーシャツと比較をしてみるとですね、サイズ感、袖丈はもうちょっと、コンパクトになっていますが、まあ、全体的にゆとりがあって、このあたりのサイズ感もすごくバランスがいいかなと思います。まあ、サラサマというのはサラッとしていて着るだけで様になるという意図があるんですけども、非常にバランスがいいですね。ちょっと綺麗見えするような一枚かなと思ってまして、襟型も先ほどのオープンカラーシャツに比べるとレギュラーカラーになっているので、このあたりにも綺麗さが、ね、漂うかなと思うので、より大人の男性には似合いやすい一枚になってくるかなと思います。いろいろと着方ができるかなと思ってまして、僕は今基本的に前は閉めていて、第1ボタン第2ボタンぐらいまで開けて少しだけ着崩すような感覚でこちらを取り入れていますが、これ前開けてですね、内側の T シャツとかを見せながらでもいいかなと思うので、いろいろと見せ方は変えられるかなと思いますね。まあ、このブルー系のストライプというのは爽やかで清涼感あるので、
で様になりますよね。ちょっとこのポリエステルとレーヨン混ざったですね、とろみ感のあるような雰囲気だとか、簡単にケアできるところで言うとイージーケアですね、このあたりもすごくいいし、接触冷感ですね、ちょっと着た感じがヒヤッとするので、そのあたりも含めて真夏まで活躍してくれるような大人向けの一着かなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いてですね、後ろのゾーンいってみましょうかね。シャツ系結構充実してるイメージですね。長袖系のシャツ、まあ、サラサマのですね、この長袖バージョンもありますし、あとはこっちみたいのがポロシャツですね、まあ、夏場は大人の定番的なポロシャツ、このあたりは使い勝手最高かなと思います。まあ、これだったら結構ビジネスシーンで使えるような着こなしになってくるかなと思いますね。ネイビーのポロシャツ、色引き締めてシャープに見せつつ、ボトムスはちょっとグレー系ですかね。このような形でネイビーとグレーっていうのは、まあ、ジャケパンスタイルの定番的な色合わせなので非常に収まりがいいですね。靴はですね、こういったブラックのレザーミエススニーカーにですね、こういったね、ちょっとこうトートバッグもですね、黒でちゃんとこう引き締めてあげれば、これでこうビジネスカジュアル完成するので、このコーディネートをまんま真似できそうですね。はい、このポロシャツもすごくいいと思います。これは何だろう、ネイビーでちょっとこう素材感としては表面に凹凸感あるので、ちょっとつるっとして見えないというか、この単調に見えない感じがなかなかバランスがいいかなと思いますね。夏にこう快適な一枚になってくるんでしょうかね。で、これもですね、接触冷感機能がついているので、このあたりもすごく使い勝手いいですね。吸水速乾の機能もついているので夏向けの一枚ですね。まあ、ビジカジからちょっときれいめなカジュアルまで対応するような一枚になってます。そしてそれと同じようにですね、ポロシャツさらにもう一枚ありまして、こちらですね、まあ、ニットポロになってくるので、ちょっとこう袖とかその部分にですね、リブが入ってるので、割とこうキュッとまとまるようなシリーズですね。このあたりはお好みだなと思いますね。初夏だと結構このニットポロぐらいでもいいかなと思うんですが、まあ、夏ぐらいになってくるとこちらのねポロシャツが使いやすいかなと思うんですが、ニットポロもね、これぐらいのグローバルワークさんの価格で買えるの嬉しいですよね。4950円ということで、これも使い勝手抜群に良さそうですね。そして色の展開は、まあ、ネイビーもありますし、ブラックもあるというところで、このあたりも使い勝手いいんじゃないですか。いいですね。ニットポロもなんかちょっとこうケアしづらいのかなと思いますが、マシンウォッシャブル仕様になっているので気軽にライトに着やすいというところで、これは僕は好きですね。もう大人の鉄板かなと思うので、このあたりとグレー系のパンツまとめていただければ、まあ、バランスよくですねハマってくるんじゃないのかなと思いますね。まあ、ネイビーとグレーの合わせだと定番的、ブラックとグレーの合わせだったらちょっとこうモノトーンで、シャープな見え方になるので、このような着こなしも良さそうだなと思ってますね。そしてですね、かなり気になるものがありまして、それがですね、皆さん見ていただきたいんですけどね、 WWS とグローバルワークがコラボレーションしてるですね、このシリーズですね。まあ、皆さん聞いたことありますかね。 WWS、まあ、いわゆるこうスーツに見える作業着っていうことのコンセプトで作ってるんですが、非常にこうストレッチが効いていて、洗えたりだとか汚れがつきづらいというところで、様々なシーンに使えるような、まあ、ジャケットセットアップを展開していまして、まあ、こちらが今回ですね、グローバルワークさんとコラボレーションをして作ってるのがこちらのセットアップなんですね。これはちょっとですね、一つのトピックスじゃかなり面白いかなと思いますね。で、これ作業着にもなるということなんですが、作業着には全くですね見えないですよね。上品なセットアップが組めそうなアイテムなんですが、実際に着るとどんな見え方になるのか、このあたりもですね試着をしてみたいと思います。はい、実際に着てみましたが、いかがでしょうか。ちなみにですね、今着用しているのは上下ともに S サイズになります。まあ、今回はセットアップということで、通常僕は M サイズを着用することが多いんですが、ビジネスシーンのですね、いろんな服に関しては結構ジャストサイズで着るので、今回はジャケットもボトムスも S サイズでまとめてみました。まあ、すごくバランスがいい仕上がりですね。まあ、素材はですね、 WWS さんが得意とするですね、こちらの機能的な素材ですね。まあ、いろんな機能がついています。まして、まずは撥水加工ですね。撥水すごいっすね。撥水がついてるんですが、マシンウォッシャブルでちゃんと洗濯機でも洗うことができるというところで、あとはストレッチかなり効いてますね。これは着ていてストレスが全くないような状態かなと思います。あとは速乾性にですね優れていて、汚れもつきづらいというところで、まあ、作業着として着ることもできるんですが、まあ、これどちらかというとオフィスで着ていただいてもう快適だというところですね。まあ、そこが一番売りになってくるかなと思うんですが、
すごく使い勝手が良さそうですね。カラー展開は定番的なブラックネイビーがあって、そしてこちらのグレーですね。今回グレー着てますが、この色合いもすごくいいなと思います。ネイビーだとベーシックな色合いで、ブラックだとシャープな見た目になるんですが、結構このグレーという中でもシャープな色合いなので、これ個人的にはなかなかバランスがいいかなと思いますし、人との違いも出しやすいかなと思います。素材的には機能にすごく振ってあるんですが、見た感じも上品なんですよね。チープに全く見えない素材感なので、このあたりはビジネスシーンで着ても全く問題がないかなと思います。普通にですね、例えば内側はニットポロみたいなものをですね合わせていただいて、セットアップの内側に着るのもいいかなと思いますし、僕のように T シャツを着ていただければ、まあ、オフで気軽に着ることもできるかなと思うので、かなり使い勝手がいいかなと思いますね。で、この素材は WWS さんのものを使ってるんですが、まあ、ベースのデザインはですね、アーバンジャケットとアーバンスラックスなんですね。ここにね、グローバルワークさんの強みが現れていて、両者の良いところがしっかりとこうマッチしたような商品になっているので、すごくこれは使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあ、上下のセットアップで2万円以内で買えるというところで、しかも機能性抜群というアイテムなので、これは新しいですね、シリーズとしてはすごくおすすめできるようなアイテムかなと思います。ぜひ皆さんもですね、まあ、ちょっと店舗は限られるかなと思うので、オンラインも含めてチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いてですね、ちょっと横にずれていきましょうかね。こっちのゾーンはですね、また色々とありますね。アーバンスラックスですよね。このあたりはもう鉄板ですね。最近ではアースラと呼ぶらしいですね。僕も初めて聞いたんですが、アースラ、確かにアーバンスラックス長いからアースラという言葉で僕も今後は呼んでいきたいなと思うんですが、まあ、このあたりはやっぱり綺麗に見えるような、まあ足長効果のあるボトムスですね。このあたりも鉄板です。で、アーバンスラックスエアーということで、まあ、夏に特化したような素材使いで、よりライトで軽い感じになっていますので、このあたりも夏向けに1本持っておくのもいいかなと思います。オフでも使えますが、やっぱりこうシルエットが綺麗なので、オンオフ兼用で使えるところが非常に魅力的かなと思います。まあ、いろんなカラー展開あってすごく豊富なので、そのあたりも魅力的なんですが、まあ、個人的にはですね、ちょっとこうオリーブみたいな感じもいいんじゃないのかなと思いますね。オリーブなんだけども、ちょっとこうミリタリーアーミーっぽい感じじゃなくて、クリーンに見えるような感じですね。このあたりもいいし、まあ、人気シリーズだけあってバリエーションがめちゃくちゃ豊富なので、このあたりもぜひチェックしていただきたいなと思います。そしてアーバンスラックスのちょっとこうワイドバージョンですね。アーバンクリーンワイドということで、このあたりもシルエットがね、ちょっとゆとりがあって、今っぽい方向性にちゃんと振ってあるので、なかなかバランスがいいかなと思いますね。僕もね、アーバンクリーンワイドは持っているんですが、腰周りこうタックが入っていて、今っぽいアプローチになっています。で、ゆとりがですね、もも周りにはあるんだけど、膝から下は、まあ、適度にですね絞り効いていますので、やぼったく見えないんですよね。この辺りのバランスいいなと思ってまして、個人的には結構このグレーがいいんじゃないのかなと思いますね。軽快に見えてなかなかいいと思いますし、あとはね、アーバンスラックスのこの素材を使った半袖のシャツ、これまた美しい仕上がりかなと思いますね。ちょっとこうウールライクな雰囲気もありつつの綺麗めなシャツなので、これもちょっと着てみたいと思います。はい、ということで着てみましたが、いかがでしょうか。これも大鉄板ですね。まあ使い勝手良さそうですね。今回もう半袖シャツが豊作すぎて、結構いろんなものをご紹介してますね。オープンカラーシャツから入って、サラサマも入りましたし、そしてこちらのアーバンシャツですか。はい、これもすごくいいですよね。なんか一番今回着た中では大人見えするような上品さがあって、この素材の質感とか、あとは軽さですね。ちょっとこうウールライクなシャツで、非常にね、こう大人の男性には似合いやすいような一枚になっていると思いますね。レギュラーカラーの雰囲気もいいし、サイズ感もちゃんとゆとりがあるんですが、だらしなく見えないような素材感、このあたりも含めて完璧ですね。これ先ほどご紹介したグレーのボトムスと合わせると、セットアップも組めるんですね。なので、まあ、いろんなアプローチがあります。グレー単体でも結構使い勝手がいいので、これはこれで持っておいていいし、シャツはシャツで単体で使えるんですが、セットアップでもハマりがいいので、これは非常に大人世代には使いやすいかなと思います。なかなかいいものが揃ってますね。で、シャツ好きの僕にとってはたまらない展開なんですが、もう一方ちょっとご紹介したいのがあって、それがですね、まあこちらのオープンカラーシャツなんですよね。ちょっと見てください。まあ着るのはちょっとよしときますけども、いっぱい着たのでね。これが爽快ドライタッチシャツというもので、これもね、僕買ったことあるんですよね。おそらく去年買ったかなと思うんですが、オープンカラーシャツなんですけど、
ども、このようにポケットが左右対称についています。でフラップ付きで蓋が付いてるんですが、最近このような半袖シャツすごくトレンド的で増えてるんですけども、このあたりもちゃんと用意をしてあって、色がですねまたいいんですよね。まあグリーン系なんですけども、またそれぞれ今回ご紹介した中でもグリーンの色味が違くて、これも大人見えするようなちょっとグレー感が、グレッシュなグリーンと言ったらいいのかな、すごくいい色に仕上がっているので、これも皆さん候補で考えていただけるといいかなと思います。シャツは本当と迷いますね。僕もどれがナンバーワンかっていうのを決めるのなかなか難しいかなと思うんですが、まあ、ぜひチェックしていただきたいなと思います。そしてですね、まあ、店内くまなく見ておりますが、こちらですね、まあ、T シャツ系もやっぱり使いやすいのいっぱいあるんですよね。その中でも個人的にはリッチクリーンティーってやつですかね、これがですねすごく使いやすいかなと思います。エクストラファインコットンを使った上品な質感ですね。まあ、見ていただくとですね、この微光沢ですね、表面の微光沢がすごく美しい1枚になっています。でサイズ感は少しゆとりがあるんですが、素材のこの綺麗さのおかげでカジュアルに見えすぎないようなバランスになっています。カラー展開豊富なんですが、これはシルバー系の色合いで、ちょっと真っ白とはちょっと違って、少しこうこなれた感じも出るような色合いで、ほんと使い勝手がいいんじゃないのかなと思いますね。シンプルにブラックのパンツと合わせてもいいし、このあたりのブルー系の色合いと合わせていただいても良さそうですね。これがエアカルパンツのワイド系ですね。これまたいいですよね。また新しいの出てきましたね。エアカルの通常版もあれば、ちょっとワイド感もあるものも出てきていますので、ちょっとこうリラックス感のある、こういった雰囲気で合わせるのもなかなかいいんじゃないのかなと思いますね。T シャツの展開もすごく幅広くて、まあネイビーとかホワイトもありますが、個人的にはこのちょっとシルバーっぽい感じがなかなかいいんじゃないのかなと思うので、ぜひチェックをしていただきたいなと思います。そしてですね、まあ最後、ちょっと気になるところを見ていきたいなと思うんですが、はい、こちらですね、まあ、エアカルのですねシリーズで、ちょっとこう今までのテイストとちょっと違った感じで言うとですね、こういったカーゴパンツですよね、まあ、サイドにこうポケットがドカーンとついてミリタリー感あふれるようなこういったカーゴパンツなんですけども、だけども軽いんですよね。カーゴパンツってやっぱり重量感がある男臭いアイテムなんですけども、まあ、夏はだからこそこうちょっとこう軽減しがちだったりするんですが、これぐらいライトな質感だったら割と着やすいのかなと思うので、まあ、これもちょっとトライしたいなと思いますね。なかなか良さそうですね。あとねこれもいいんですよね。 T シャツのデザインなんですけども、こうさらりとしてこう不白っぽい感じですよね。あのシャツのような雰囲気で着れるこのトップス、これまたですね今季的ですごくいいかなと思うので、最後この2つをですね着てみたいなと思います。はい、実際に履いてみましたがいかがでしょうか。これはめちゃくちゃいいですね。個人的にもすごく気に入りました。まあ男っぽいこういったカーゴパンツって僕も好きなんですね。ただちょっと夏に着るような気分ではないんですが、すごくね楽なんですよね。軽いしさらりと着れるというところと、あとはですねシルエットも結構ですね太さがあるので風が通り抜けるんですよね。夏とかに割とこうタイトなものを履いてるとすんごい暑かったりするんですが、まあこれぐらいですねゆとりがある方が個人的には夏には着やすいかなと思いますね。オリーブの色合いもねすごくいいし、サイドにね大きめのポケットついてますが、マチがね大きくついてないので割とこうクリーンに見えるんですよね。このあたりも含めてしっかりとデザインも満足度が高いような仕上がりになってますね。でオリーブのこういったボトムスの場合にはちょっとトップスはブラックとかで引き締めてあげれば割とですねこう綺麗めな雰囲気も作りやすいかなと思うので、一番最初に着ていたオープンカラーシャツですね、これを合わせてみましたがいかがでしょうか。足元はちょっとこう意外性のあるテック系のスニーカーなんかで合わせるのもいいかなと思うので、これはちょっとクロート感あふれるようなボトムスになってくるかなと思うので、ぜひ皆さんもトライしていただきたいですね。特に夏の着こなしって結構シンプルになりがちなので、その時にこうボトムスでアクセントを出したりとか、まあ、ちょっと旬なアイテムもあるのでトレンド感も出せるので、これはいつものこうグローバルワークさんらしくないアイテムなんですけども、1本あると変革球としてはすごくいいかなと思うので、ぜひトライしていただきたいなと思います。そしてもう1枚ですね、先ほどのプルオーバーもですね最後に着て締めたいと思います。はい、ラストはですねこちらの不白 T シャツといいますか、ちょっとですねプルオーバータイプの T シャツのデザインなんですが、素材感が通常の T シャツとは違ってちょっとパリッとしたシャツ風の雰囲気になっているので、これまた今季的でなかなかいいんじゃないのかなと思います。まあ、こういったパリッとした素材感で首元はちゃんとリブが入っているので着やすいですし、まあ、横から見るとですねこういったサイドにスリットが入ってたりだとか、非常に凝った1枚になっているなと思います。で色合いがですねすごくいいなと思うんですが、ちょっとこうデニムライクな色
色合いになってるんですね。これが、まあ、清涼感もあるし、ちょっとこなれて見えますので、なかなか雰囲気いいなと思いますし、あとはサイズ感ですね。ボックス型で、割とこう、体型のラインを隠すこともできるので、大人世代には非常に使いやすい一枚になってるかなと思いますね。いつも通りブラックのパンツとか、グレー系のパンツでも合うと思いますし、結構様々な使い方ができるかなと思いますね。このあたりのアーバンスラックスとかのね、グレーとかで合わせてもらってもいいと思いますし、ホワイト系のパンツでも合うと思うので、結構使い勝手がいいようなアイテムになってくるかなと思います。まあ、特に T シャツは真夏に使うけども、初夏であれば、もうちょっとこう雰囲気の違う、こういったね、不惑っぽい T シャツっていうのもですね、一枚あると便利かなと思いますし、人との違いも出せるかなと思います。まあ、着てるうちに生えてくる自然なシワ感っていうのも含めて、結構こういったアイテムっていうのは品があって、なおかつですね、こなれ感も出るかなと思うので、ぜひ皆さんもトライしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はですね、池袋のグローバルワークさんの店舗に訪れましてですね、初夏のアイテムを皆さんにですね、おそらく10点以上ご紹介したかなと思います。かなりの点数になってしまいましたが、まあ、それだけ結構魅力的なアイテムがあったかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですね、お近くの店舗ですとかオンラインの方でアイテムチェックしていただきたいなと思います。かなりいろんなアイテムがありましたね。機能的なアイテムで、なおかつ初夏の雰囲気だとかトレンド感ちゃんと抑えたものもありますので、まあ、本当にね、気軽にトライしやすいものも多いかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、いつものちょっとマンネリ化スタイルにスパイスを加えていただけるようなアイテムなんかもですね、トライしていただきたいなと思っています。はい、僕もですね、これだけいっぱいの試着をするっていうのはあまりないことなので、まあ、すごくね、気分も上がってます。ぜひ皆さんもですね、店舗も含めて、夏の着こなし、初夏の着こなしですね、楽しんでいただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。